なんで俺が久方ぶりの対面だというのに、随分な言い方じゃな。とうに引退した身のあんたが、この俺にかなうと本気で思った。それは、やってみなくては、わ。減らず口よ。減らず口かどうか。安い挑発だ。だが、いいだろう。やつめ、ヒルコを脱ぎ、ヒルコ？先ほどまでのあやつは、ヒルコという傀儡をまとっていた仮初めの姿。じゃあ、それを脱ぎ捨てたってこと？ヒルコも気に入っていたんだが、あんたとやるにはこっちの姿。なあ、千代婆様よ。これが本当のサソリ？さあ、地獄を見せ。なんて威圧か、この状況。でも、私は。3年前、ナルトと約束したんだ。だから、私は、こんなところで、こんなところで、負けるわけにはいかない！さくら！接近戦は私に任せてください。千代婆様はフォローをお願い。な、何を言っておる？お前では。すみません。でも、引きたくないんです。私には約束があるし、それ、綱手師匠から受け継いだ魔剣気が嫌というほど仕込んでありますから。こやつ。魔剣気だかなんだか知らねえが、そんなもので俺に勝てると思うなよ。へへ、さすがは綱手姫の弟子。いいじゃろ。はい。師匠から譲り受けたもの、今ここで試す。まずは落ち着いて相手の動きを見極めるのじゃ。相手がどんなに強者でも付け入る隙は必ずある。はい、千代婆様。我が孫が悪党に身を落とす里を裏切り、三度まで風陰に手をかけよう。三度？ガーラの父、四代目風陰を殺したのは、それを手引きしたのは。おいおい、四代目っつうのは知らないぜ。確かに暁ではオロチマルと組んでいろいろやった。オロチマルのことを知って、あんたは私が捕まえる。どんなに抵抗されようと、どんな手を使われても、絶対にオロチマルのことを吐かせてやる。ほう、そいつは楽しみだ。え、大加藤さくらよ、不屈と思うて侮るではないぞ。生身の人体から作った一傀儡は生前のチャクラを宿しておる。つまり生前のそのものの術を扱うことができるのじゃ。大丈夫です。私には師匠譲りの魔剣気が嫌というほど仕込んでありますから。女だからって舐めるんじゃないわよ。
三代目風影をばらされると仕方がない。あれを、あれは本当に久方ぶりだ。自分を使うのはな。せっかくだ。お前らはじわじわとなぶり倒してやる。待て！逃げるな！方向感覚が。どうやら何かからくりがあるようじゃの。ぶっ飛べ！サソリよ、出てこい。女お前に姿を隠すとは無粋なやつじゃ。よし、方向感覚が元に戻った。よくやった、さくら。赤ひぎ、百鬼の総援、こいつらの相手をしてもらおうか。を出してくるとはな。サソリよ、出てこい。女お前に姿を隠すとは無粋なやつじゃ。この数、きついわね。くそ、キリがない。まさか、百鬼を出してくるとはな。サソリ、出てきなさい。隠れてるなんて卑怯よ。おお、結構やるじゃないか。それじゃあこいつはご褒美だ。サソリめ、クグツを増やしおった。サクラ、気を引き締めよう。はい、ジオバー様。サクラ、焦りは禁物じゃぞ。サソリよ、出てこい。女お前に姿を隠すとは無粋なやつじゃ。やめろ。まさか百鬼を出してくるとはな。サソリ、出てきなさい。隠れてるなんて卑怯よ。オーカション。サクラ、焦りは禁物じゃぞ。
器を出してくるとはな。くそ、キリがない。ここまでたどり着くとはな。大した小娘だ。あ、吐いてもらうわよ。オロチマルについて洗いざらい。聞いたところで、ここから生きて戻れると思っているのか。できる。私はこんなところで負けるわけにはいかない。サソリを狙え。奴さえ倒せば他のクグツもしまいじゃ。はい、千代婆様。やった。サソリ任務達成。見事としか言えねえな。しかし、参ったな。これからオロチマルのやつを。答えて。あいつはどこに。さくら。ようやく聞いてきたか。これは、お前。強烈な毒だ。もうそいつは助からないぜ。我慢しろ。すぐに終わる。無駄なことを。今さら医療忍術を使う。今やっておるのは、己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。転生忍術だと。そもそもこれは、親を亡くし親を傀儡とするお前のために編みの。この術を使えば、傀儡にすら、くだらねえ。大丈夫か、サク。まあいい。くだらないついでに。お前は、オロチマルのことを。だったら、草隠れにある、天地教に。天地教？オロチマルの部下に、俺の、スパイがいる。そこで、あとは、お前ら。転生忍術か。くだらねえな。何もかも。本当に。くだらねえ。
千代婆様。サソリ。